サイトをご覧いただきましてありがとうございます。婚活アドバイザーの佐々木と申します。今回はお見合いのルールと第一印象をアップさせる基本マナーについてご紹介させていただきます。それではまず男性女性ともに大切なお見合い当日の基本ルール&マナーをご紹介いたします。ルール&マナー1、時間厳守、遅刻厳禁。お見合い当日、遅くとも約束の10分くらい前には到着をするようにしましょう。自分の方が先に到着して笑顔でお相手をお迎えするくらいの余裕を持ちましょう。お化粧を直したり、身だしなみをチェックしたり、とにかく第一印象が大事です。次に TPO に合わせた服装。男性はスーツ、女性は清潔感のあるワンピースや柔らかい印象のものが望ましいです。靴もきれいに磨いておきましょう。爽やかな印象が第一です。清潔感をアピールできるように心がけてください。お見合い当日、サロンへお越しいただきましたら、まずアドバイザーよりお客様双方のお名前をご紹介差し上げます。次にお見合いに関しての注意事項をお伝えいたしまして、早速お見合いスタートとなります。ここでルール&マナー2、男性編。はじめに男性から簡単なご挨拶をします。今日はわざわざありがとうございます。程度で構いませんので、まずは男性からご挨拶をしてください。そして基本的には敬語を使い、笑顔で会話をすることが大切です。誠実で明るい印象を与えることで好感度が高まります。また大体の人が自分の話を聞いてくれる相手に好感を持ちますが、逆に主義主張が強すぎると傲慢で自己顕示欲が強い方と思われてしまいます。ご自分をアピールしすぎない程度の会話で聞き上手になり、同調することを心がけてください。それは良かったですね、楽しいですね、など前向きで感じの良い感情表現を忘れずにすることも大切です。聞き上手になり、お相手の話に同調することで素直で付き合いやすい印象を与えることができます。共通の話題を探してみるのもお見合いのコツをつかむ上で良いでしょう。次に女性のルール&マナー2、一つ目が会話のポイントを見つけることです。あらかじめプロフィールでお互いの共通の話題などを見つけておくことが大事でしょう。話すことが苦手でも上手に相手の話を聞くことはできます。また会話の内容も大切ですが、それ以上に表情も大切です。会話の内容ももちろんですが、表情をおろそかにしないよう心がけましょう。そして2つ目が明るくハキハキとにこやかに。お話し中はお相手の良い面を見つけるようにしましょう。フィーリングが合わない場合でも不機嫌な態度は NG です。自分の話を聞いてくれる女性は非常に人気が高いです。ただし聞くだけで自分の話を全くしないのも印象が良くないので、バランスを大切にしましょう。お見合いは40分間となりまして、途中お飲み物もお持ちいたします。お時間になりましたらこちらからお声掛けに参りますので、お時間を気になさらずごゆっくりお話しください。ルール&マナー3としまして、異性の方とお話をする際に注意すべきお見合い中の NG マナーをお伝えいたします。お相手様のことをたくさん知りたい気持ちはわかりますが、初対面での会話ですので、まずは好印象を与える会話の内容やマナーに注意をして会話をされてください。ご覧いただいております内容の他にも多くのマナーはございますが、ここでは
代表的な NG マナーを挙げさせていただきました。ぜひ参考になさってください。お見合い終了のお時間となりましたら、アドバイザーがご案内に伺います。先に女性の方よりご退室いただき、少しお時間を空けて男性の方にご退室いただきます。これでお見合いは終了となります。お見合いのお返事はご登録いただいておりますメールアドレスへ、こちらよりメールをお送りいたします。そのメールに記載された URL のページより結果のお返事をしていただきまして、お相手様からも良いお返事をいただけましたら、連絡先の交換となります。連絡先の交換後はなるべく早めに2回目のデートのお約束をお取りいただき、お二人の時間をご自由にお楽しみください。以上、お見合いのルール&マナー、お分かりいただけましたでしょうか。服装や身だしなみで第一印象が良くても、お話をしてみてフィーリングが合わなければお付き合いに発展させるのは難しいものです。お見合いは初対面の方と今後付き合うかどうかを決めるのですから、できる限りマイナス面をなくすに越したことはありません。お見合いは恋愛の出会いとは全く違うシチュエーションであることを自覚して、お見合いに出かけるようにしましょう。素敵な方との良いご縁がございますよう願っております。